マージョリー・ノエル、1945年12月25日から2000年4月30日はフレンチポップシンガー。1960年代中盤の短期間に活躍し、特に1965年のユーロビジョンソングコンテストにモナコ代表で出場したことで知られる。ノエルはパリ出身で1964年にレコードデビューした。 翌1965年3月20日に、イタリアのナッポリで開催された第10回ユーロビージョンソング、コンテストに出場し、バディーレアラムールを歌い、出場18組19位となった。同年、アンティーブで開催されたローズドールにも出場している。1967年に小ビジネス界から引退するまでに7枚の EP レコードをリリースした。余生をひっそりと暮らしたノエルは、 2000年4月30日に、ボクリューズ兼、カバイオンにおいて、脳一血のために死去。去年54。ノエルの日本でのデビュー曲となったのは、ドン・ド・ミーム・ワゴンに日本語の歌詞をつけた、そよ風に乗ってで、たどたどしい日本語が受けて、大ヒットした。同曲は、広田美恵子や南沙織がカバーしたほか、竹内マリアが、実施が好きだった曲として、アルバム、 ロングタイムフェイバリッツの中でカバーしている。またフジテレビの子供番組ママと遊ぼう。ピンポンパンでもお姉さんが王の香り時代に歌われたことがあった。日本テレビの公開収録変身ヒーロー番組突撃ヒューマンの主題歌は本作をモチーフとしている。ありがとうございます。